対局開始。はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は10秒将棋、相手の方は五段の方になりました。よろしくお願いいたします。ちょっとね、矢倉が最近またプロ棋界で流行っているんで、あ、ちょっと先に4八銀だったな。まぁ、ちょっとまた矢倉でいてみたいと思います。あ、こういう感じになっちゃうか。どうしよう。こっちもちょっとなんか変わった矢倉にしてみましょうかね。4四銀かな。いきなり突っかけるとどうすんだろう。同歩同銀3四歩は2四歩で銀がさばけますね。6五歩から3一角6四角が向こうの狙い筋になるとは思うんですが、これは結構困ったんじゃないでしょうか。同歩同銀同銀同飛車までは行きそうですね。で2三歩に、どっちかな。あ、銀なんだ。やっぱ3四飛車許すとちょっと良くないと見たんですね。そうですね、まあ普通に組んでいきましょう。ここは止めといた方がいいか。3一角から角使いたいと思うんですけど、これ2五銀、まあ一回上がるか。そうですね、ここはつくのか。4六角は4五歩がちょっと嫌味だけど、まあ普通に囲いますか。お互いこの辺はちょっと普通に囲い合って、はい、まあ、3一玉、そうですね。3七桂とりあえず使っていきたいですね。ここは受けないかもしれない。4五歩が、同桂に銀上がって、8六歩からさばいてくる感じでしょうか。ああ、やっぱりそうか。3七桂から2五桂が厳しいんで、2二玉入んないかもしれないですね。もしかしたら。やっぱり2五桂からちょっと端行かれるのが嫌すぎるということで、2二玉保留してますね。まあ、跳ねますか、普通に。まあ、これこっちいいのは、間違いなさそうなんですけど。とりあえず攻めましょう。同香なら三三歩がそこそこきつい手になりそうですね。ああ、なるほど。一回五五突き捨てとくか。でも走って。特に、角成り飛車引き。なるほど。同歩に8五歩から4六歩突き捨てて、もう受けがないと見て攻め合いですね。3六桂があるんで、厳しそうですね。3六桂。しかしそこで角成りがあるのか。いやー、ちょっと止めとくか。ちょっとひよったな。角成りがきついな、これ。そうですね。ひよりましたね、これは。完全にこっちが。
5、6、7、8、9。ちょっと74系とかがだいぶきつい手になってしまうんで、3一馬と突っ込んでどれぐらいきついかですね。あ、じっと2、3、4、5、6、7、8、9。これ5二玉だと7五桂まで一気に寄る感じがしますね。銀かわすと6四馬がきついんで取りましたね。で同と同玉なら6一飛車から銀抜く手がきついんで、このと金は放置でなんか攻め合ってくると思うんですけど、難しいですね。ああ、一発、まあ、一回同金の時にどう指すか。6、7、8、9。場合によっては7八飛車から7六飛車で、ああ、1、2、3、4、5、6、強くいきますか、攻め合いで。6六桂なら6三桂成が4一飛車の詰めろで入りますね。うん、1、2、3、4、5、6、7。これ5二銀成同玉6三銀の詰めろになってます。どうやって受けるか。取りましたね。これで3一玉で頑張ろうってことか。そうですね。2、3、4、5、6、7、8、9。2二玉なら1三銀が痛そうですね。取れば1一飛車成で詰みです。合駒も5二成銀突っ込んで勝ってますね。成桂ね。そうですね。でも1三銀に引っかからなかったのはさすがですね。できながらあっぱれ。ただ銀に銀打ってきつそうだな。これどうやって受けんだろう。これは飛車なって逃げて1三銀で詰んでますね。あ、まあ1一銀でもいいか。普通にかっこいい方で詰ましますか。同玉に1一竜1二歩2二銀まで詰んでます。ありがとうございました。では感想戦やっていきたいと思います。最後ちょっと7八銀は謎の手でしたけど、はい、感想戦やっていきたいと思います。まあちょっと変則的にこの、斜め棒銀の形で仕掛けるのをよく出てくるんで、ぜひ覚えていてください。これに対するちょっと後手も対策が必要だったみたいですね。5二金では、例えば、4四銀と出るとかして、斜め棒銀だけはちょっと、防いでおかないと危なかったようです。これもただ、角引いたりして、やっぱり3五歩狙う手はあるんですけどね。ということでまあ、4四銀の方が良かったと思うんですが、本譜は3五歩が実現してはっきり、ちょっと有利になりました。4四歩も3四歩同銀7九角でやっぱりこうシンプルに3五銀狙っていく手があって、ちょっとやりそうですね。まあ、ということで実戦取ったんですが、まあ、取って3四歩に2四歩から銀交換して大成功となりました。ここはちょっとすでにこっちが有利ですね。でまあそこから普通に矢倉に囲っていって、こっちはひたすら落ち着いて、もうなんか2筋でポイント取ってるんであんまり特別なことをする必要がないので、ゆっくり落ち着いて囲っていきました。で、端の位を取って3七桂馬と遊び駒を活用して絶好調ですね。で、2四銀に2五桂と全ての駒がさばけて、で4五歩もただ油断ならない手で4四角からの反撃を見ております。1四歩から1三歩と垂らしていきました。これもまあ悪い手ではなかったようで、4四角ですね。ここ実戦的に1回5五入れた方が良かったかな。これで角道を止めておけばより攻撃がしやすいと。5五歩同歩、例えば、まあ、1四香車とかで、仮に5五歩なら、まあ、5六歩なら、まあ、5五銀打ちとね、止める手とか、こういう含みもあるんで、あるいはこの方が良かったかもしれないですね。ちょっと比較がよくわかんなくて、まあ、10秒で比較しろっていうのもちょっと無理な話なんで、シンプルに走りましたが、1七角成だと、まあ、そうですね、一回引いておいて、18馬に、ちょっと26飛車、17馬だと、こう、千日手になっちゃうんですけど、まあ、飛車をどっかかわしといて、いけるかなと思ってました。2五銀には、
まあ、1二歩成、1四銀に、まあ、1一と金とこちらを取りまして、ちょっとね、やりすぎな感はあるんですが、まあ、ちょっと有利かなという感じですね。3三桂なら、1九香車で、田楽刺しにする手がございます。まあ、ということで、向こうも多分、1七角成の筋は考えたと思うんですが、まあ、やっぱり4四で活用したいという思惑からか、こういう感じになっていきました。で、歩成りで、7六歩に2一と銀ですね。同玉は1二歩とか1一香成がかなりきつい手になるので、まあ4二玉は広い方に逃げて自然なんですが、いつでも7五桂馬の含みがあるのが大きくて、やっぱりこっちが有利かなと思いました。で、ここで5五歩はちょっと日和りましたね。ここで7五桂入れるとか、まあ1一香成と強く取っておくとか、こういう方が多分良かったんじゃないかなという気はします。ただ、5五歩で、角道さえ止めてしまえば大した攻めないだろうと思ったんでやったんですけど、ちょっとね、香車を渡してしまったのが7七香を見られて痛いですね。で、同桂なりにいろんな取り方あって、同金上がりはまあ一番あれですね、いい取り方だったんじゃないかなとは思います。ただ1三角成から3一馬の狙いが生じました。で、ここで5五歩とじっと手を戻されたんですが、これがどうも疑問手で、7四桂とプレッシャーかけられた方が嫌でしたね。ただこれも7五桂馬と打つ手が非常に厳しくて、銀かわすようでは、まあ、6三銀と引っ掛けたりして勝てそうなんで、まあ、ね、5二玉とか広い方に逃がしてくるんですが、6三桂成から7五銀と打てば相当に手厚いですね。一例として、まあ、次7四銀同玉7五歩みたいに、ちょっと王様を安全にしながら攻められるとたまったもんじゃないんで、7二香車とか反撃含みに受ける手があるんですが、まあ、3一馬と突っ込みまして、次6四銀とか6四馬を見せれば、まあ、同飛車も同等で、次6一飛車とかめちゃくちゃに厳しくなってるんで、やっぱりね、こっちが優勢かなと思います。ということで、まあ、一局落として非常にこう、いい勝ち方ができた将棋でございましたと、ちょっと待ってくださいね。あれか、5五歩1四香に3三歩からこれですね、角成りで、実戦は5五歩に3一馬が成立したのが非常に大きくて、まあ、これ5二玉なら7五桂とかで一手一手の寄りになってしまいそうなんで、ちょっとできないですね。では同飛車同とで一手稼いで8七歩と反撃してきたんですが、構わず7五桂馬と攻めつけて、5二銀に6三銀が決め手級の一着ですね。で、まあ、取るしかないんですが、同桂成で、次4一飛車の詰めろで3一玉に6一飛車と自然に追い打ちをしていって勝ちになりました。6一飛車に2二玉なら1三銀で詰みますね。同玉なら1一飛車成で、合駒なら2二銀で詰みでございます。3二玉とかわすのも4一銀が好手で、2一玉なら2二歩、3一玉も5二銀成という具合で詰んでますね。はい、ということで、一局を通して非常に10秒にしてはかなりね、ほぼ完璧に近い内容で、させたんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼します。